しかもちょっとみんなスプレー持ってて、ケロッピなんて風船が浮かんでるし、異次元キャトル。おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。デグだ。こんばんは。はい、今回は外部動画ですね。今回はハッピーターン V イケてるパーカーフィギュアっていうね、ガチャガチャをやってきたので、それの開封動画を撮りたいと思います。でね、普段ね、今回のこのガチャっていうのは、サンリオのガチャなんですよ。で、普段ね、あまりサンリオのガチャは回さないんですけど、知り合いのね影響で、ハンギョドンが若干気になってるんですよ。それで、前ね、ガチャコーナーに行くと、必ずサンリオのね、ガチャってあると思うんだけど、まあ、見つけたので、ラインナップを見てみたら、ハンギョドンいたんですよ。まあ、ハンギョドンがいたからといって必ず回すのかといったら、それはちょっと違って、ハンギョドンでも僕がね、気に入ったハンギョドンであれば、回すって感じで、今回のガチャはとりあえずハンギョドンが僕の気に入ってるポーズだったので、これは回すしかないなということで回してきました。でね、ラインナップが6種類だったんですけど、とりあえず6回回したんですよ。どれにね、ハンギョドンが入ってるかよくわからないので、まあ、最近のガチャってさ、こうカプセルで色分けしてあるじゃないですか。なので、まあ、緑青あたりかなと思いつつ回してて、水色緑あたりかなと思いながら回してたんですよね。で、緑がね、確か最後だったんですよ、6回目。中見てないんでちょっとわからないんですけど、多分ストレートでコンプできたんじゃないかなと思っているんですが、なんかちらっとね見えるから、緑色はどうやらハンギョドンじゃなさそうなんですよね。だから、もし本当に6種類全て違う色のカプセルに入っててコンプリートできているんだとしたら、何色に一体入ってるんでしょうかね。まずパッと見それっぽいの青かなと思ってるんですけど、はい、じゃあとりあえず早速ちょっと開けてみましょうか。どうしよう、多分青だと思うので、青は後にしておいて、黒からいきましょうか。黒から、ラインナップがちょっとわからないけど、黒から開けてみましょうか。ラインナップ確認しつつね、×丸ですかね。ちょっと待ってね、
は詳しくないんで、発音がおかしいかもしれないんですけど、ポチャッコとタキシードサム、ケロケロケロピーバット、集まるハンギョドン、アヒルのペックルかな、この6種類ですね。いや、どう見てもさ、ハンギョドンが一番イケてますよね。なんかもっとみんないいポーズあったんじゃないのって思うんですけど、まあ、とりあえずハンギョドン目的で回してたんですよ。回してたんだけど、きっと緑に入ってるだろうと思いながら回してたんで、まさかね、全部出てしまうとは思ってなくて、まあ一個ずつ見ていきましょうか。ね、セロハンテープでついてる、ね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。これですね。あ、でも、あ、座ってるんだ。ちょっと塗装がね、この辺がちょっと甘い気がするけど、でもいいね、かわいいね、この座り方バッと集まるらしいじゃないですか。
僕が思ってたほどヒップホップ感なくて、ただのサングリューのキャラクターかなって感じですね。緑はもう、ね、あケロッピですね。あやっぱりでもあれですね、青だったんですね。多分青2、3回目で出たと思うんですよ確か。だったら6回回さなくてもよかったのかな。ストレートで全部全種コンプリートできたからいいかな。ケロッピかわいいね。ケロッピかわいいかも。これなんかポッケって入れてる感とバーカーに、ヒップホップ感出てますよね。でもなんかみんなあえてポッケに手入れてればよかったのにっていう感じしますけど、どうでしょうか。ラスト青色、ちょっとこれがハンギョドン、ハンギョドンですね、ハンギョドンですね。ちょっとサイズ感一回り大きいのかな。ハンギョドンでした、はい。いやめちゃめちゃ可愛いじゃん。これも絵の通り、ほんとハンギョドンだけでもいいよかったですね。どうですか、座り方といい、お口に添えてる手といい、パーカーもねめちゃくちゃ被ってて、色合い的にもめちゃくちゃ可愛くないですか。ハンギョドンです。いやもう絶対この6種類の中だったらハンギョドン一番可愛いんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。はい、じゃあちょっとアップにしますね。よいしょ、こんな感じです。全部揃うとこんな感じです。どうですか、お気に入りの子はいましたか。1回確か300円なんでね、なんか引っかかっちゃった。300円なんでもし見かけたら回してみてください。パーカーフィギュアのね開封動画でした。いやちょっと待って、今さこのラインナップの紙のね表紙見てみたんだけど、みんなそれっぽいポーズのままの格好してるじゃないですか。しかもちょっとみんなスプレー持ってて、ケロッピなんて風船が浮かんでるし、このこいつアヒルのペックル、アヒルのペックルなんて帽子かぶってる。いやなんかこのままフィギュアにしてくれたらよかったと思いません、ね、これみんな可愛い。